タイの名前クイズ。じゃあ男女共に脇腹を下につくということで、はい、横向きになってこういう感じでね寝そべる、そういうタイなんですけども、はい、これは即位と言います。続いて2問目です、はい、野外で人の目に触れるかもしれないという羞恥プレイなんですが、これはまあ野外プレイと言いまして、そうですね、春日の結衣とかが、うん、やってました。はい、女性が、足を広げる、男性がその上からのしかかるという体で、これはまあ非常に多く使われている体でございますね。しまった。さあ第4問、松葉が交差するように男女が V 字に足を開いて交差させながらやるっていう体位でございまして、これは松のハーフ毛から来ている体位で、これはあの正常位では届かないところまでペニスが届くいい体位でございます。耳を舐める、まあ、これはもう体位ではございません。耳舐めという前儀でございます。さあ第6問、女性が左右のアーチブタ、はい、これはもう簡単ですね。よしよし、言いませんけど、恥ずかしいので言いませんけど、これでございます。さあ7問目、男女が向かい合い座った状態で、あーこれはなるほど、うん、女性とのね、距離が近い体でございます。さあ8問目、後輩の一種で、うつ伏せの状態の後輩、それは、ネバックネバック、射精のネバック。さあ9問目、一部の女性ができるオーガズム、または G スポットを刺激された際におけるそこからの強い、これはミス噴水の上原愛がよくやってます。さあ10問目、性的快感を動かせる、あーこれはいけないやつ、もらった、はい、決めセクと言います。これは犯罪行為なので絶対に真似しないでください。さあ残り20ポイントが並んだ。さあ熱い戦いになってきました。さあ前儀、これは全然前儀でございます。よし、残り10ポイントが2人、残り20ポイントが1人、盛り上がってまいりました。橘高志でおなじみの不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよですね。さあこれで10ポイント獲得で、あ、1位が決まりました。1位はタカさんです、おめでとうございます。タイの名前クイズは定期的に開催しているので、参加したい方はコメント欄で教えてください。